内ち動物は動物門の一つで、ごく小型の固着性の動物からなる一群である。約150種が知られ、最もよく知られているのは鈴ム虫であるが、その知名度とてごくビ々たるものである。内ち動物門は軍隊、または単体性の動物で、せいぜい5ミリメートル以下の小さな動物である。古くは苔虫類と混同されたことがあるが、現在では、 独立軍とみなされている。ちなみにこの名称は、肛門が触手間の内側にあることにより、コケムシ類では、それがその外側にあるため外行動物と呼ぶことと、体をなすものである。また、極形動物の名も使われた。その形態はどれもほぼ似通っている。その体は、おおよそ本体部と茎部からなる。本体部、あるいは額部は、触手間と大部分の内臓がここにある。 茎部はそれを支える部分で、棒状であったり、より複雑な形であったり、分子を持つ例もある。それより、下は単体のものでは足板となっており、これによって基板状に付着する。軍隊性のものでは、植物の補服形のような層根を伸ばして、新しい個体を底に生じる。全体としては基板状に網目のように広がった。 壮根の上にまばらに個体が並んだものとなる。学部は上面に触手感があり、大抵はやや斜めに傾いている。触手の配置はやや馬蹄型をしており、個々の触手は学部の長さを超えるほどには長くなく、それほど柔軟でもない。その表面は一面に専門で覆われている。触手の配列する内側の領域の一端に口が、もう一端に肛門がある。なお、 条件が悪くなると学部は放棄されることがある。条件が良くなるとすぐに再生される。その他、軍隊性の種では、壮根から一種の救命を形成することが知られる。鈴子家無視消化系は、優の事情で、口から続く食道に次いで膨らんだ糸腸があり、肛門までは、細い直腸が続く。対抗は、肝重式細胞で埋められる。排出系としては、原人間が一対備ある。 また、生殖器も学部にある、私有遺体で、発生はメスの体内で進む。初期の妖精はトロコファーに近い。しかし実際には、無症生殖による繁殖が盛んで、単体のものも軍隊性のものも質がによって増える。軍隊性のものは、そう根が伸びてその先に、新しい個体を作り、単体性のものでは、学部に新個体の目を生じ、それが成長して独立する。ほとんどが、 海産、少数が奇水産、島水うどんげなど二種だけ炭水産の種がある。食脂管によって露過接触を行うものである。草毛や足場によって基板上に付着する固着性の動物であるが、一部にはゆっくりと移動できるものがある。当初はコケムシ類と同一視され、コケムシ類をエーレンベルクが建てた際にはこれに含まれた。しかしニッチェがこれを肛門の位置から、 外氷類と内氷類に分けた。さらにコリは近煙ではないのに、名前が似ているのは良くないと極形動物の名を提唱し、これが使われることもある。外氷動物が新体氷動物であるのに対して、この類は無対氷、あるいは偽対氷であると考えられ、系統的には大きく離れているものとの考えが、定説とされてきたが、実は、 ポケム種類と禁煙との説もくすぶり続けた。分子遺伝学的情報からは、この2つは共に、管理動物に属するが、姉妹群ではないとされている。4か150種が知られる。日本には、約30種が確認されている。ありがとうございます。